します。はい。僕は、せーの。食はエンターテイメント、ヘッタテレビ。食はエンターテイメント、たくえきょうじです。そして今日はスペシャルゲスト、富士チャンネルの、よーっ、ございます。よっしゃー、よっしゃー、まさかの兄さん、はい、ありがとうございます。いきなりタコパー呼んでいただいて、今日ありがとうございます。はい、第1号で、ホームパーティー。すいません、今日はね、先輩の富士さんの家まで。肉来させていただいて、肉屋亭ですね。肉屋亭。なんか木側におったら肉で建てた家みたいな、ね。そうですね。お肉ってますね。お肉御殿。いや今日ありがとうございます。なんか素敵なねスタッフの方たちに今日は、はい、今日はね懇親会に招いていただいて、いつもね頑張ってもらってるスタッフさんにちょっと美味しい料理を食べているんだけども、そこに熱いたこ焼きが食べたいなと思って、はい、今日はちょっと王子にお願いして。なるほど。はい。23日間の旅の花梅を僕がするわけですね、今日言い方を変えましたら23日間の日本一周行ってきたんですけども、はい、その内容は富士チャンネルで、富士チャンネルでまあ帰ってこへんから、これ15日で帰ってくるって全然帰ってこへんなと思ったら、はい、もう23日食の旅で、食の旅でね、はい、それは、富士さんの YouTube で書かれてます。1日ずつ発信していきます。今から今2日目です。あ、じゃあもうちょっとずつ見れるわけですね。そうですね、西日本一周。なるほど。こちらの方もちょっと概要欄貼っとくんで、はい、おー嬉しい。ぜひちょっと見てください。はい、さんの4月からの旅の模様を。はい、今回あのカレーオールのね、いただきました。ありがとうございます。めっちゃ欲しかったんですよ。これで今日は富士さんがたこ焼くんですか。なんでやねん。いいね今日はやってるんですか。王子お願いします。いや僕もちょっと今日飲んで風呂入って寝ようかな思ったんですけど、ここでゲストルームで寝ようかな思ったんですけど、もうこの後お願いします。僕肉焼くんで、またあっこれはじゃあ前の、はい、あのコラボのね、コラボの肉焼きが出るこれ、はい、いや肉焼き、はい、行きましょう。タコ肉、このクレヨンの粉とね、クレヨンの粉と、いや嬉しいな。いやちょっと今日は皆さん、タコ焼き王子の肉屋の富士チャンネルとのコラボをお楽しみください。お願いします。よっ出たがりやな。あのオーナー出たがりやな。ね、ちゃんとこのたこ焼きと、うわ、お好み焼きもどっちも焼けるお肉も焼きますからね。わあすごい、二重。思ったよりいっぱい焼ける。そうなんですよ。お肉もこれね、焼くといただいて。で、そのつまみのとこ見ていただきたいんですけど。はい、書いてる。このね、クレオルちゃんマークがここにもありまして、はい。これを作らせていただきました。でこの後楽しみ、焼けるのたこ焼き王子やね。焼いちゃうよ。焼いちゃうよすごい、どっかで見た人。まさかちょっとやめてよ、ちょっと企業秘密だからやめてください。これ企業秘密なんだから。ブルーだけに限らずですけど、こういう家庭用のやつはやっぱ外側が弱いですもんね。そうですね、どうしてももう外が弱くなってるね、なんか。ここまではまあちょっとね、ちょっと弱いかな。美味しいからいっぱいかけてます。
皆さん、ちょっとね、甘辛くしてました。一口大にいますね。そうですね、それによって、もう、旨味がふわーって、おー、ずっと噛んでたい。文豪キラでの我慢あったらいいのに。我慢デブやん。ずっと噛みたい、噛みたい、旨味がすげえ。これ、兄さん入れていいですか。以上がお好みで。はい、男の子は料理をしよう。料理をしよう。いや、兄さん、やっぱあの肉屋とのコラボ、はい、あの甘辛く炊いていただいた文豪牛のありましたね。これはちょっと、これ世の中にもっと楽しくなったと思いますよ。ね、これちょっと肉まんショップまで行くだろう。これ冷凍食品にして僕ら売りませんか。あ、全然うまい。あの冷凍にと締めた方がまだね、はい、キュッとそう、なんかうまみがありそうですね。締まりそうですね。ちょっとこれ近日中に、うん、あのまた商品開発して、そうですね、あのうちの冷凍を使って、ちょっと肉屋と料理のところで今日も、はい、よろしくお願いします。そうと思ってます。ありがとうございます。いや本当に今日も改めてこのブルーさんのね、はい、性能の良さと、あのうちの可愛いデザインと、これ売れたらいいな。ね、めっちゃ売れます。そうですね、まあ買ってくれたら、今なら買ってくれたらまだ王子ね、まだちょっとだけ今手空いてるんで。今ならまだちょっとだけ手空いてるんで、行けなくはないかな。行けなくはないですね。まあ、ね、やっぱ時期も時期なんで、行けるとこ行けないのかなと思いますけど。ね、そうですね。いや、でも僕もついていきますよ。あ、おお。一緒にちょっとうちのキッチンから行きましょう。行きましょう。いいですね。僕肉担当。僕粉もん担当。でね、これね、購入してくれた方には、あの、漏れなく粉と王子がついてくるんです。ちょっと、よく食べます。先入ケース上がります。はい、はい、でも本当ね、こういうコロナ禍でまだまだね、ちょっと兄さんの緊急事態もあって、はい、兄さんのところ大体いつぐらいが再開は、ね、一応11日までは5月11日までは緊急事態宣言ということで、はい、肉屋さんは休業、休業、もう完全休業される、完全休業。はい、本当に一日も早く、ね、そうですね、あの、はい、日常が戻ってきてくれることに願いながら、はい、でもまあしっかりね、やっぱあの命に勝るものはないと思うんで、なんとか今は大事なんで、一緒にちょっとこういう風に、まあ、食べるってね、すごいこうこのエネルギーが湧くね、ことなので、まあ、一日も早くお店でまたね、美味しいな、美味しいお肉を食べさせてもらえるよう、はい、また僕も食べるの楽しみにしますので、ぜひ皆さん肉やクレオールともによろしくお願いいたします。お願いします。で、ブルーの買ってね。めっちゃ買ってほんま、めっちゃいいから。はい、ナイス。はい、ありがとうございました。さあ、じゃあいつも、はい、この動画がいいと思った方はグッドボタンを、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。今日は肉屋さんの情報を概要欄の方に貼っておりますので、ぜひチェックしてください。そして富士チャンネルの方の、西日本一周の模様を、はい、YouTube の概要欄、はい、貼っときますんで、ぜひ皆さん、はい、藤田さんの西日本の旅をですね、一日一日楽しんでください。はい、なんか、兄さん大丈夫ですか。もうないですか。大丈夫です。もう西日本一周の旅、はい、旅じゃなくて、食材を求めていってるんで。あ、それは食材を求めていってる。そう、遊びじゃないんです。視察です。遊びもうちょっとだけちょっとがちょっと大きいじゃないですか。ぜひよろしくお願いします。ぜひ楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんも